はい、望月凛です。今回は不動産投資についての情報発信をしている木村拓哉さんの書かれた会社員のためのお金の増やし方90を解説していきます。この本は一言で言うとお金持ちになるためのお金の増やし方を教えてくれる本だ。なあ、お金持ちになりたい。凛さん、これにお金持ちになる方法を教えてください。いいだろう。だがその前に一つ考えてみてほしい。お前は一体いくらあったらお金持ちになれると思う？いくらかな。まあ、とりあえず5000兆円欲しいです。そうやって目標もなくお金だけを追い求めていてはいつまでもお金の不安から解放されることはないぞ。ずっとお金について不安なのは嫌だな。では今回の授業ではまずお金持ちとはどういう状態なのかというところから授業を始めよう。今回の授業を受ければお金持ちとはどういうことなのか、そしてお金持ちになるためにはどんな行動を取るべきかを知ることができるだろう。それでは早速授業を開始する。心して刮目せよ。よろしくお願いします。一つ目は、お金持ちとはお金の心配がない状態だな。突然だが、お前はお金持ちと聞くとどんな状態を思い浮かべる？そうですね。タワマンに住んでて高級会社を乗り回してるイメージですかね。あと金色のアクセサリーを身につけまくってるとか。お前が想像しているのは金持ちっていうか成金だな。確かに。この本ではお金持ちをお金の心配をしなくていい状態だと定義している。安定してお金を生み出す資産を持っていて、たとえ100歳まで生きていてもお金の心配がない状態、これこそがお金持ちなんだ。へえ、じゃあタワマンに住んでなくても高級会社を持っていなくてもお金の心配をしなくていい状態ならお金持ちってことですか？ああ、お金持ちとは贅沢ができることでも年収が高いことでもない、自分が困らないだけの収入を安定的に得る仕組みが出来上がっていることなんだ。へえ、なんか俺の思っていたお金持ちとはちょっと違ったな。そうかもしれないな。お金の心配をしなくていい状態になるためにいくら必要かは人によって変わってくる。お前も死ぬまでにどれくらいのお金があれば幸せなのか一度考えてみるといい。そしてそのお金が用意できるようならお前も立派なお金持ちなんだ。次は、労働以外のお金を増やす方法を持つ、だな。労働以外に収入の柱を持っておこう。具体的には、投資をするといい。投資って、リスクが心配でなかなか手が出せないんですよね。確かにお前のように、リスクが気になって投資を始められない、という人は多い。でも労働収入1本で生活することのリスクもかなり大きいんだぞ。どういうことですか？いいか、労働というのは、たった一つの自分の体を資本にしてお金を生み出す行為だ。だがその体というのも無敵じゃない。病気や怪我などで働けなくなる可能性もあるし、うつなどの精神的な疾患で労働が困難になる可能性もある。もちろんだが、自分が働けなくなったら労働から収入を得ることはできない。つまり労働一本に頼っているということは、体の健康を損なってしまった時に一気に収入の柱を失うことになってしまうんだ。なるほど、確かに。そう考えると労働に頼らない収入を増やしておくのってかなり大事なことなのかも。そうだぞ。投資にもリスクはあるかもしれないが、労働だけに頼っているリスクもかなり大きい。だからこそ自分の体を使わずに収入を生み出す金のなる木を一本持っておく方が安全なわけだ。そういうものがあればもし自分が働けなくなっても安心ですね。ああ、だからこそ投資などを実践して収入の柱を増やしておくのは大事なことなんだ。次は、3種類の資産を持つ、だな。投資を始めるべきだということは分かりました。ただやっぱり俺は投資のリスクが気になります。どうにかしてリスクを最小限に抑える方法はないでしょうか？ではお前に資産三分法という考え方を教えてやろう。資産三分法とは、資産を現金、株、不動産の3種類に分けて保有するという考え方だ。例えば全資産が1000万円なら、その全てを現金で持つのではなく、一部を株や不動産にしておくということだな。これって何か意味があるんですか？これは簡単に言うと、3つの金融商品に分散投資しているような状態だ。この3つの金融商品にはそれぞれメリットとデメリットがあるが、こうやって全てを持っておくことでそれぞれのデメリットを補完し合うことができるんだ。なるほど。例えば現金は流動性が高く、すぐ他の商品に変えることができるが、その分収益性は低い。現金を銀行に預け続けてもほとんど増えないだろう。そうですね。一方で株は収益性は高いが安全性は低い。ハイリターンな分ハイリスクでもあるんだ。そして不動産は流動性が低い。不動産
はすぐ売れるようなものではないからな。だがその分安全性が高いという性質がある。それぞれ性質が全然違うんですね。ああ、このように資産を3つの形で持っておけばお互いのデメリットを補完し合えるわけだな。次は固定費を見直すだな。ここまで収入の柱を増やすことについて解説してきたが、もう一つやってほしいことがある。それは浪費を減らすことだ。浪費か、俺は結構浪費癖があるからな。資産を築いていく上でお金を増やすことも重要だが、無駄な出費を削ることも大事だ。蛇口を強化してコップに入っていく水の量を増やしても、コップの底に穴が開いていたら全く意味ないだろう。そういうことだな。おっしゃる通りですね。無駄な出費を削るときにはまず固定費から見直すようにするといい。固定費とは家賃や光熱費、スマホ代や保険料などの毎月発生する一定額の出費のことだ。こういう部分を削ればその効果は毎月続くことになる。例えば家賃を1万円削ればその後は毎月1万円浮くことになるわけだな。1ヶ月1万円浮けば1年で12万円か。そう考えると固定費を削る効果ってかなり大きいですね。ああ、お前も無駄な固定費を払っていないか一度考えてみるといい。例えば高いスマホ代を払っているなら格安 SIM などに切り替えることを検討するのはどうだろうか。最近は大手3社でも格安のプランが登場しているからそれでもいいかもしれないな。俺もスマホのプランを久々に見直してみようかな。他にも高すぎる家賃や無駄な保険料もチェックしてみるといい。部屋のグレードをもう少し下げられないか、必要のない保険を契約していないか、こういう部分を一つ一つ見直していけばかなりの節約が見込めるだろう。次はマイホームは買わないだな。この本ではマイホームを買わないことを推奨している。え、そうなんですか。マイホームはいずれ欲しいなって思っていたんですけど、なぜですか。その理由としてまず挙げられるのは金銭面の問題だな。サラリーマンの生涯年収はだいたい2億から2億5000万円だと言われている。そこでマイホームを買った場合、5000万円の物件を買ったとしても利子や税金、修繕費などもろもろを合わせて7000万円くらいにはなってしまうだろう。さらに地震などの災害に見舞われる可能性もあると考えると、かなりの金額を覚悟しておかなければいけない。そうすると生涯年収に対して3分の1以上はかかるってことか。これはかなり大きいですね。ああ、これを数十年かけて一人で払い続けるというのはかなり負担の大きいことだろう。そこでこの本では賃貸をおすすめしている。賃貸であれば住宅ローンに追われることはなく、金銭的に余裕のある生活が送れるだろう。賃貸ならローンを組む必要はないですもんね。それだけではない。賃貸であれば家族構成の変化にも柔軟に対応することができるんだ。例えば子供ができて家族が増えた時には大きな部屋を借りればいいし、いずれ子供が家を出て行ってパートナーと2人に戻った時も簡単に小さい部屋に変えることができる。確かにマイホームだとこう簡単にはいかないですもんね。ああ、ドカンと家を買ってしまうよりも人生のその時々に合わせて住まいを変える方が今の時代に合っていると言えるだろう。次は生活レベルを上げないだな。お金持ちになる上で大切なのは給料が上がったとしても生活レベルを上げないことだ。会社員としての年次が上がって昇給するとつい気が大きくなって生活レベルを上げたくなってしまう人も多いだろう。俺も給料が増えたらもっといい部屋に住みたいな。だがそこで簡単に生活レベルを上げてしまうと苦労することになるぞ。ちょっとくらい贅沢な生活をしてみたくなりますけどね。そもそも手取りが本当に増えているのかという部分に注目して計算してみてほしい。例えば年収700万円を超えると税金でものすごい額が引かれるようになり、額面では上がっていても実際の手取りはそこまで上がっていないということが起こる。それなのに生活レベルを上げてしまったらお金はどんどん減るばかりだ。なるほど、そういうこともあるのか。手取りで本当に増えているのかっていうのはちゃんと確認した方が良さそうですね。ああ、さらに日本の企業に勤めている会社員は役員などにならない限りは52歳くらいで給与が下がってくるようになる。これは数年前から若い人や最前線で働いている人の給与を手厚くしようという動きが出てきたからだ。給与が下がって生活レベルがそのままだったら家計はどんどんマイナスになってしまうだろう。一度上がった生活レベルはなかなか下げられませんもんね。そうだ、だからこそ生活の水準はなるべく上げない方がいい。そうすれば給与が上がればお金はどんどん貯まるようになるし、給与が下がってきた時にも簡単に対応することができるだろう。次は不動産投資に挑戦するだな。
サラリーマンの副業としてこの本では不動産投資を始めることをお勧めしている。不動産投資って名前はよく聞きますけど、どういうものなのかいまいちピンときませんね。では不動産投資の仕組みについて解説しよう。お前は部屋を借りるために毎月家賃を払っていることだろう。はい、毎月84,000円しっかり払ってます。不動産投資とは簡単に言うと、その家賃をもらう側に回ることだ。不動産物件を持つと、借りている人が払ってくれる家賃が収入としてお前の元に入ってくることになる。え、最高じゃん。ただし、この投資物件は普通であればローンを組んで買うものだ。だから毎月そのローンの返済義務が発生する。そこで家賃収入の一部をそのローンの返済に充てるわけだな。さらに住んでいる人との家賃の交渉などは基本的に管理会社に委託するから、その管理会社への委託料や固定資産税の支払いなどがかかる。このように集めた家賃収入からローンと固定資産税、委託料を抜いた金額が手元に入ってくるわけだ。いろいろ引かれるものはあるわけですね。ああ、だが不動産のローンはお前の貯金を切り崩して払っているのではなく、家賃収入から払うことになる。つまり不動産投資をすれば集めた家賃で不動産を買うことができるわけだな。他人が払ったお金で不動産が買えちゃうってこと？そうだ。さらに毎月手残りの収入はあるわけだから、お前は毎月ローンを返済しながら新たな収入もゲットできる。つまり不動産投資とは他人のお金で不動産を手に入れつつ毎月の収入も得られる、一粒で二度おいしい投資なわけだ。最後は不動産投資は安定した投資だな。不動産投資がおすすめな理由はもう一つある。それは不動産投資は非常に安定性の高い投資だということだ。安定性が高い？本当ですか？ああ、実際昨今のコロナ禍においても不動産に影響はなかったと木村さんは言っている。どんな状況であっても住まいには変わらない需要がある。仮に給料やボーナスが減ってしまったとしても、衣食住の中でまず切り詰めるのは衣と食の部分だろう。確かに、引っ越しするにしてもお金がかかりますし、いきなりお金がないから引っ越そうとはなりにくいかもしれないですね。ああ、コロナ禍だとしてもそれは変わらない。コロナで仕事がなくなったから家をなくそうということにはならない。つまりどんな状況でも家に対する需要というのは変わらないわけだな。なるほどな、言われてみれば確かに。さらに家賃というのは基本的に上下しないものだ。来月から1万円安くなりますみたいなことは基本的に起こらないし、住んでいる側も家賃を下げてくださいという交渉をする人は滅多にいないだろう。だから毎月安定した収入を得ることができるわけだ。なるほどな、確かに家賃って毎月変わらないですもんね。それって大家さん側から見ても収入が変わらないってことになるのか。そういうことだ。このような理由から不動産投資は非常に安定した投資と言えるわけだ。まとめだな。お金持ちとはお金の心配がない状態、労働以外のお金を増やす方法を持つ、3種類の資産を持つ、固定費を見直す、マイホームは買わない、生活レベルを上げない、不動産投資に挑戦する、不動産投資は安定した投資だな。お金持ちってめちゃくちゃ稼いでいる人のことだと思っていたんですけど、そういうわけじゃなかったんですね。ああ、お金の心配がない状態、それこそが真のお金持ちと言えるだろう。そのためには労働だけに頼らないもう一つの収入の柱を作ることが大切だ。はい、俺も何か別の収入の柱を作ってみようと思います。そうだな、いきなり大きな収入を得られるようにならなくてもいい。まずは少しの収入でいいからお金を生み出せる手段を増やしてみよう。それだけでもお金の不安のない生活に一歩近づけるはずだ。それでは今日の授業は終わりだ。ありがとうございました。